皆さんこんにちは、ブームアップゲームズの海です。皆さん、竹達さんと梶さん結婚しましたね。おはようございます。ブームアップゲームズの矢吹です。私の梶木を返して。そっち竹達さんじゃなくて。おはようございます。おはようございます。いやね、はい、僕もなんかそのまあアニメオタクしてるので声優さんまあ好き嫌いあったりするんですけど、まあ、竹田さん結構好きな方で、まあ、ちょっと待って、はい、好き嫌いあるって言ってね、はい、嫌い、それはちょっと聞かないでおいてほしいです。好きとか嫌いとか言い出したのは、まあ、竹田さんは好きなんですけど、はい、で僕が別にそのアニメオタクで、まあ、なんだろう、声優さんの付き合えるとは1ミリもやっぱり思ってないんですよ。おこがましいですからね、はいはいはい、だけどやっぱりね、ショックを受ける自分がいるんですよ。河合さんどうですか、なんかそういう女性声優とかで見てて結構いいことあるじゃないですか。カジキュンショックっすね。カジキュン、そう、やっぱそちらの方なんですね。いや、竹達さんは、はい、もうバースデー婚ということで、はい、もうついにね、大台に乗られたの で、 そ、 うです、ね、そろそろいいんじゃないかなとは思ってましたけど、はいはい、カジキュンショックだなぁ。カジキュンですか。まあ、いや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 、はい、あの声ならね、うん、まあ、OK っすよ。竹田さんといえば、はい、まあ、そのトレンダー、トレンドのツイッターのトレンドにですね、はい、まあ、名前が結構上がってたんですよ。上がってましたね。やっぱりその、はい、上がってました。で、その時に、まあ、竹田つあやなで、なんかトレンダーのキーワードがこう上がってたんですよね。はい、よくない、よくないワードが上がってましたね。はい、だけど、自分もそれを調べた時に、はい、なんでみんなそんなこと言ってるんだって気づいた時に、はい、みんな、ここで今お亡くなりになれば、はい、あの二人の子供に転生できるというね、ばっかなことが。どこまで本気か分かんないんですけども、まあ、竹達さんと、はい、カジキュンのね、はい、まあ、ご子息、ご息女だったら、まあまあ、もうまさに神の遺伝子ですよ。まあ、もうボイスアクターとしての神に、はい、もう完全に愛されたスーパーハイブリッドが生まれるわけですよ。私が神だというわけで、今回は FGO のガチャを引いていきますよ。なんか、え、強引じゃないですか。かわいさ自信満々で竹達さんの結婚の話からスムーズにつなげられるように僕も考えましたっておっしゃいましたけれども、これがスムーズなんです。神ピックアップです。わかりました、神ピックアップ、はい、ということで、はい、そうですね、かわいさん先ほどおっしゃったように、はい、FGO のピックアップガチャじゃやっていきます。はい、はい、アルジュナオルタとシュバッターマン、そしてスクーピオスということで、はい、そうですね、はい、新キャラ3体と、はい、はい、どうすか。いやー、ぐる黒い。いやいや、まあまあインド系なんで、ね、でもアスカフィオスさんは今ねこの姿なんで、まあまあまあ、はい、そうですね、まあ確かにコスチュームは黒いです。まあ脱ぎますけれども、はい、まあ、仮面がありますのでね、はい、いやー、なんかハワイとかにいそうな人たちですよね。いや全然違うでしょ。インドですよ、インドとハワイ全然違いますよ。いやそうですけど、ポリネシア系ですよ。いやもうこの上半身裸でビーチで、いやいやいや、ヤンキーヤンキーって感じがします。いやもう絶対ウェイウェイ言ってるじゃないですか。ここまで夏向け、まだ水着は早い。早いですけど、はい、でもこの露出よ。いやー、歓喜ですね、女性の方たちは。キャーって感じですね。男性陣も歓喜じゃないですか。まあその手の筋肉は、筋肉は裏切らない。まあ筋肉マンもね、先週のジャンプでなんか読み切りやってましたけども、すごい評判良かったらしいですよ。でもあれって本当になんか既存の、既存というかまあすでに読者の方は、はい、多分全然ぴったし心に来ると思うんですよ、はい、だけど今ジャンプのメインターゲットというか、まあ、小中学生筋肉マン読んでない人、あれ全く分かんないですよ。難しいとこなんですけど、2世とか見てた人いるかもしれないです。2世も多分僕の世代ですよ。本当に今のだって小学生ジャンプ読んでる。まあ読んでる人は読んで、どうなんでしょうね。どうなの、どうなの、どうなのって聞かれると読んでると思いますけど、多分年齢層は高めなので、筋肉マン読んでる人も、はい、少年ジャンプも読んでると思います。なるほどね。プレイボーイ読みながらで少年ジャンプ、はい、今あの筋肉マンの40周年の公式サイトでですね、はい、特別なムービーが見られる、はい、あ、そうなんですか、はい、あ、見ておきます、はい、あのストップの静止画でですね、うん、串田明さんの歌に合わせて名場面がずっと流れていくっていうですね、感涙もののムービーが流れるんで、串田さんというと初代の方ですよね。そうです、串田明さん。僕2世の方ぜひ見ていただきたい。ズラガンガガンガンの方が好きなんですけどね、はい、はい、筋肉の話はそこまでにしておいてですね、ガチャを引きたいんですけれども、はいはい、まあ、今回ですね、はい、まあ、202個ございますので、はい、はい、まあ、いつもの60連なんですが、そうですね、はい、前回はですね、私が、あ、あなたか、はい、はい、まあ、残念ながら石像引けなかったんですけど、はい、はい、見事、はい、引けまして、そうですね、星を2体引きましたけども、まあ、僕は、うん、まあ、星5の連想もですね、うん、いい感じに引けてまして、はい、そうですね、はい、矢吹氏は前回いなかったということで、そうですね、ちょっといなかったことになりましたけども、まあ、今回はね、
きますよ。おう、はい、神をね。神を。私が神だから。私が神、私が大阪の神です。大阪？大阪の神でググると動画出てくるんで、はい、それ面白いです。あ、わかりました。皆さんもググってみてください。私が大阪の神です。なんかすごい局地的ですね。まあいいや、はい、はい、じゃあ60連ということで。はい、そうですね。どうしますか。前回は確か自分から引いたんでしたっけ。そうですね、河合さんから引いて僕がちょっと、はい、そう、ちょっと先走りしてしまって、はい、河合さんの方をちょっと抜いてしまったんですけれども。僕で抜かないでくださいよ。すいません。でも、はい、順番通りであれば、はい、僕が引いてたんですよ、楽趣味を。なんで、そう今回も、そう今回は僕、順番をちゃんと守ります。守ります。ちゃんと守ります。じゃあ僕から引けば、はい、回ってくるはずだ。はい、僕が40連目で引くはずなんです。オッケー。そう、オッケー。はい、じゃあ、引きますね。はい、お願いします。はい、アルジナオルタ、めっちゃ強いって話じゃないですか。いや神っすね。神だけにね。さすが神ですね。はい、そこまで強い、はい、はい、信長さんを引くと。信長、はい、なんで信長の話なんで。中の人ってことで。ああ、そっちの方ですね。はい、キャラクターもうなんか、もう報告にしてるんでしょ。まあ、そうですね。確か、ツイッターというか、18時にガチャが更新されて、はい、まあ、24分ぐらい、18時24分ぐらいにやり遂げましたみたいなね。はいはい、まあ、ちょっと中身はよく覚えてないんですけど、はい、報告後の画像を上げて24分間で何回回したのか気になりますよね。そうですね、ちょっと過程を見たいですよね。そう、どうなってるのっていう。いやでもだ全部スキップですよね、当然。おそらくそうですね、はい、多分いちいちこうやって見てると20分じゃ確かに、はい、全然足りないですよね。いくらぐらいかったのかなってちょっと気になりますけど、ノップはどうなんでしょうね。はい、これぐらい、なんかもう金に、お、いいですね。よし、スクレピオスさんも、はい、その星さんっていうテレアそうなんですが、はい、なかなか使いやすくて、使いやすいというかその高難易度に適性がありまして、まあお名前自体はね、はい、まあ、医者、医療の神というか、はいはいはい、まあ、超有名な、うんうん、はい、メジャーな英霊です。そうなんです、ね、まあ、医療神ということで、はい、味方ガンダムにもね、ガンダムはスクレピオスっていますから。え、どのシーン見ましたっけ。あれはね、アスクレピオスはね、漫画版の、はい、なんかやつあって、ガンダムウィングの外伝みたいな漫画があって、はいはい、あ、そうなんですね。確かそれに出てきたやつがね、ガンダムアスクレピオスって言ったはず。へー、ガンダムウィングといえば、はい、第1話のアニメ版ですね、はい、お前を殺すという文面、はい、あ、これもちょっと火入っちゃうかな、はい、っていう文面があるじゃないですか、はいはい、あれを、まあ、相手も知ってると思って、はい、まあ、ちょっとその LINE とかに送るんですよ、はい、まあ、僕はそのふざけてだけど、それはなんかスタッフとして送ってくれないですよ。そうなんですね、だけど、はい、まあ、相手が知らなかったってことに後々気づいて、はい、ちょっと釈明したんですよ。いや、送ったんすか。ユーを切るっちゃうよって。そうなんです。いや、元ネタ知ってるか知らないかで、はい、ちょっとそういう差があるな。僕ならスクショ取ってそのままポリスに行こうですね。そうですね、殺害予告出ました。お、神の言葉を聞きましょう。キャスター、アスクレピオスだ。診察を始めよう。何？どこも悪くない。だったら早く患者を連れてこい。患者の前にいない医者ほど無意味なものはないぞ。ヒュー、イケボ。イケボですね。やっぱり医者、FGO っていうか、はい、そのサーバントに採用される医者はナイチンゲルさんとかやばいですね。そういう系ですね、はいはい、お医者さんがいないといけないと。はい、ケイロン先生の絡みですね。はい、バルコーツというと、はい、あれですね、イヤソンさんとかが。そうですね、あ、イヤソンさんはずっとあの裁かされることなく、あれはどうなるんでしょうかね。本当に、はい、はい、ぜひ次は、はい、どうしました急にアポロおーっつって。いやいや、これもギリシャ神話系男性なので、はい、あのバーサーカーの星の人いるじゃないですか。いますね。あれのなんか数少ない特攻対象になりましたなと思って。敵として出てくるのはなかなか厳しいかもしれないんですけど、そうですね、なかなか面白そうな。で、性能的にも先ほどちょっと触れたんですけど、回復の神でして、まあ大回復維新というものかな、はい、まあ、これが HP が最大で5000かな、はい、っていう、まあ、めっちゃ回復量高くて、オフィサーバントの回復量じゃないですね。そうですね、はい、で NP を付与できる第3スキル、はい、でガッツがそのホーグで味方でね付与できるんですね、はい、だから自分には付与できないんですけど、あの敵の
例えば無敵貫通全体防具で、はい、味方を二人を守りながら自分はちょっと落ちて織田家みたいに控えから出すという運用など、なかなか面白いことができるんです。防具的にはちょっとジャンルに近いような感じですかね。後半後半部分とか、うんうん、毎ターンヒットポイント回復付与とか。でこの子のこの子この人のいいところが、はい、防具レベル依存じゃないんですよ。ガッツの回復量とかが本当に。そうなんですよ。この効果ちょっと見てください。だから防具レベル1でも大丈夫、皆さん大丈夫です。防具レベル1でも。はい、はい、ちなみにちょっとまあ戻ってしまいますけれどもアルジナオルタ、まあ、期間限定なので、はい、今取らないとなかなか多分厳しいんじゃないかな、はい、でもこの2人ストゲンなんですね。だからピックアップ出ないんですけど、ストーリー召喚なので期間限定と同じぐらい出にくいです。あー確かにね。なので引きたいんだったら今引かなきゃダメです。皆さん今引かなきゃダメです。何推しだよ。いやいやいや、はい、まあアスクレピオス君ね引いたので、はい、残りはこの手前の2機ですね。はい、わかりました。じゃあ僕はとりあえず新サバゲットということで、そうですね、はい、流れは作りました。はい、お願いします。お願いしますとか僕ですね、僕お願いします。はい、はい、アシュバッターマンがね、はい、名前をあいにく存じ上げてなかったんですよ。アシュバッターマンという名前を。アシュバッターマン、私が知ってるバッタ男はですね、ライダーの方なんで、ね、そうですね、はい、なかなかでも FGO、まあその、はい、まあ他のなんでしょう、フェイト系のなんでしょう作品見てると、ええ、なかなかこんな人いたのっていう A レーティングよくいますよね。まあ、あこういうような、まあ、有名人がいるのねみたいな感じですかね。だって僕やっぱりその FGO とかやる前に、はい、まあ、アルディナとかカルナとかそこら辺のインド系の伝説とかちょっと正直よく分かってなかったので、はいはいはい、この人いたんだってちょっと認識でした。女神転生とかやってるとなんかその何でしょう、あっちの悪魔とかそこら辺のことは分かるんですけど、まあそうですね、だけどそのインドとかギリシャとか、まあ、大体あっちのゲームに出てくるのはもうシュバとかね。そうですね、はい、ラクシュミーとかね。はい、なあ、山口さん、はい、今あの画面をチラッチラッと見ながら、はい、これやべえんじゃねえのって顔したでしょ。してました、してました。この流れやばくないっていう顔してましたよね。大丈夫、大丈夫、来ますよ。来る来る、信じる信じる、来る来る、信じよ、信じる、うん、私、自分自身信じていい。そう、 Believe me。 そう、okay、俺が信じる、お前を信じろ。懐かしい。そういう元ネタ話になってしまうんですけど、はい、今日って何ですか。UFO の日なんですよ。は9月24日はで、はい、イリアの空 UFO の日っていう、はい、お、あれ違うか、どうした急に。いや、なんかちょっと金ピカに光ったように見えたんですよ。あー、もうついに目までやられてしまったか。目までやられてしまった、目が、あー、目が、目が、はい、これもね、ね、何ですか。どうなんでしょうね。はい、で、まあ、そのイリアの空の中で、はいはい、アニメですよね。そうです、はいはい、まあ、ライトノベル、はい、いいグロ画像ですね。確定枠がこれってのも何とも言えないけど、きつー、あー、ドブ、ドブ、いつものドブですね、これ。ヤマシ、なんすか、流れは流れない。大丈夫、大丈夫、僕の本命は40連目なんで、30から40の中です。あ、そう、はい、あ、そう、そうなんです。いやー、これはひどいねー。ひどくない、大丈夫、大丈夫、本当に大丈夫。じゃあ、20連目20、30、あー、亀さんは20、僕は20連目ですね、はい、行かせていただきます。バッターマン来るんじゃないかな。バッターマン、こんなにこっちな感じですね。来い来い、はい、どうでしょう。バッターマン、バッターマン、なんとかマンってつくと、今なんとかマンってつくサーバーっていましたっけ。なんとかマンですか。はい、なんとかマン、ウルトラマン。いやいや、出てねえよ。出てたらやばいよ。なんとかマン、いや、ちょっとパッと思いつかないです。多分いなかったと思うんですけど。いなかったでしたっけ、はい、いや、ふと思ったんですけど、いなかったか。ラマン、ラマン、え、愛人。ガンドか、なんかラッキーマン、ラマン、ラッキーマンがサーバント入れたら大変なことになっちゃうんですね。全てラッキーで可決しちゃいますからね。マン、マン、あれ、信長の、はい、なんか作り出したんですね。お、ホームにですね、はい、古生、はい、誰でしたっけ。ランマルですか。あ、マルか、マンじゃなかった。
すまねえすまねえ、混乱させてしまったわ。いやいやいや、とまあですね、アスクレピオスさんはホームになったわけですが、まあね、そうですかね、最速ではないです。正直土曜日だったんでね。そうですね、はい、土曜日ちょっとあのこっちいなかったんでね。どこ行ってたんですか？大洗に行ってたんでね。大洗、はい、あれ猫ちゃん連れて。いや違います、違います、あ日帰りなんでね。日帰りで、はい、もう即帰ってきましたよ。大洗といえば、はい、今映画やってる、今あ見に行きました、見に行きました、はい、あれ大音量とかのところで見に行きました。あの舞台挨拶見に行きました。舞台挨拶、はい、あこれなかなかガチですね。いやいやいや普通です。舞台挨拶とかってあれって結構倍率高かったんじゃないですか？まあ抽選ですよね、はいはい。まあ2回目、あの今週末見に行くで、また、うん、またはいはい、はい、合計何回見に行く、はい、あ、あこれもちょっとなかなか、でもまあアスペリオくんでね、アスペリオアスクレピオスさんですね、はい。まあ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 、どんどん行こう、どんどん行こう、どんどん行こう、Don't cry, don't cry。 OK, OK, これで規定路線、僕の中の規定路線では僕ここで引く、ここで引く、ここで引く、はい、最低でもアシュバッターマンを引く。最低でもとか言っちゃダメ、最高でも足バッターマン最高でも足バッターマン引くって、これでもガチャのそれダメじゃないですか、ちょっと違うことですよ、ダメじゃないですかそれそうですね、この場合は最低でもですね。まあでもね、はい、なんていうんですかね、何ですか、こう嫌な予感は若干今日するんですよ。雨ですしね。地震大丈夫でした？地震、はい、全然気になりませんでした。あ本当、まあ、僕の住んでる地域は、まあ、そこまででもなかったですね。夜中もね、はい、なんか夜中地震バーってあって、あれこの間あった震度6の話じゃなくて？いや違いますよ、関東地方でも。あれありました、はい、全然分かんなかった。朝もいろいろあって。あそうなんですか、はい、いや僕も朝はご飯食べながら、あの嫌だなって思ってました地震のことなんて全然関係ない。あ、うん、揺れてたんですね。揺れてましたね、はい。うちもね、はい、猫ちゃんとこうお相手をしながら、はいはいはい、ご飯の用意したりとか、ね、ブラッシングしたりしながら。あ、なんか優雅ですね、朝ブラッシングしながら。朝、結構大変ですよ。大変なんですか？はい、ご飯の最中とか、はいはいはい、もう今、背中がズタズタですからね、僕。え、なんかこう、ギニャーって。もうキャットタワー代わりに登ってくるので。あれ、キャットタワーなんか、あるんですよ、実際話あるんですけど、はい、ご飯を用意したい、はいはい、タッパから入れようとする、うんうん、先に起こせって言って体登ってくるんですよ。あ、そうなんですね、はい、結構やんちゃな、やんちゃですね、はい、なんで、もう朝は大変です。もう背中はズタズタですでも勲章ですね、勲章ですね、猫ちゃんの勲章刻まれてますね、はい。ちなみに今思い出したんですけど、はい、菊池王って最近今チラッと見ましたね、またまたチラッと見ましたねあーダメだ、ダメなやつだこれみたいな、うん、やぶきしー。で、50連目行くまでにちょっと僕の話聞いてください。聞きましょう。最近、はい、ガチャを引いた後に、うん、フォー君が暗転する姿、あれ見ないじゃないですか。なんかなくなったって話ありましたよね。その新しいサバだったりレースを引くときは、はい、そのローディングが入るってことで、はいはいはい、その右下にフォー君が走る。そうですね。だけど最近またそれ復活したらしいんですよ。ほう。なのでフォー君いないとないです、新サバ。フォー君走らせましょう、うんうん、フォー君走らせてください、うんうん、まあでもこれはちょっときついっすねこれきついっすね。いやいや、まあ、あと20年ありますからね。よし、引くか。おスッとスッと引きます。フォー君走れ、走れフォー君、行くぜ、てい。おっ、うん、どうなんでしょう、どうなんでしょう、うん、どうなんでしょう、うん、どうなんでしょう。いやー、いいですよ。強い強いって言われるサーバント、はいはい、なんかこうガッと引いてブイブイはしたいですよね。ブイブイブイ、はい。まあ、アリジナオルタさんはですね、まあ、バーサーカーといってどこでも、はい、まあ、連れていける攻撃優位に加えて3種の石箱を持っているんですね。あ、それは、はい、はい、存じ上げております。まあ、そのエグジオのダメージ計算的に、はい、攻撃力アップとカード性能、はい、あと防具の場合は防具エルカ、はい、あと特攻、この4つが、バランスよくというかあると、なかなかダメージが上りやすい、防具さんですね、はい。でアルジナオルタの場合は
じゃ相手が弱体状態の特攻で自分の攻撃力が、はいはい、すげえ星4連装が出るんだけど、そうこれはいい流れではありますね、はい、でバスター攻撃、体制を相手に、付与するということで、バスター攻撃体制、そうですね、バスターの、バスターで与えるダメージが大きくなる、あ、要は体勢を下げるんですね、そうです、向こうの、はい、の3つの、まあ、火力爆につながるものを持っていて、はい、弱体状態特攻もそのバスター攻撃体制で付与できるので、はい、自分自身でこの3つの石爆を、成立できるんです、はい、その状態のアルジナオルタの防御ダメージはもう神です、神、神です、これまでの全体バスターの防具を あいつら全て置いてきたと、過去に置いてきたと、まあ他の全体防具サバも、まあその何でしょう、特攻対象が違かったりとか、あと星出し性能が良かったりとか、なるほど、まあいろいろと恵まれてると差別点はあるんですけど、はいはいはい、まあ単純に防具ダメージ、あとなんといっても NP 増加持ちなんですよこの子。おお、なるほど。今までスパルタクスさんしか、星1のスパルタクスさんしか、はい、その NP30 の全体攻撃防具持ちっていなかったんですね、はい、だけどアルジナオルタ持ってきました。また僕今回の30で全部アスクルビオスさん引いてるんですよ。おお、はい、大丈夫ですか。はい、なんか健康的なあれじゃないですか。いやだから暗示じゃないですか。医者を呼んでこい、医者患者を呼んでこいっつって3回も来てるんで、なん僕以外に誰かですね。あっていうかヤウシちょっとお腹良くない。いやいや、いいです、いいです、いいです。妊娠何ヶ月中とか。さあラスト10連お願いしますよ。ここまでねアルジャンウルタの、ね、株を上げたので、めっちゃホー君早かったっすね。いやー株上げたしな、もうそろそろ来てほしい。まあこれだけアルジナオルタの話をしてるのに影も形もないとかね言われちゃうと、ちょっと言霊今日はもうダメかなって。ダメかな、神見てないから、はい、神が見てないと。まあちょっと先の話続けると、はい、NP30 持ちってことで、はい、のマーリンとかコウメイとか、はい、まあ普通にスカディとかでもね、はい、使いやすい。プラスこいつガッツ持ってるんですよ。ガッツ持ってるので自前で、まあ、ある程度の耐久もできる。で毎ターン HP2000 回復という、まあバサカーのおもろさ的にはちょっと焼け石に水なところもあるんですけど、あ、そうですね、まあ、NP が標準的に、まあはい、スタートの時から上がってる状態の連装さえくっつけておけば、ある意味30アップしてくれるんだったらママでもいけるんじゃないですか。そうですね、はい、なので周回の鬼なんですよ。周回の鬼、周回の神、周回の神。おっ、これアサシン、アサシン、なんで今なんでアサシン、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 何これ、何これ、何って、ああ、確かもうホーグ5なんですね。ホーグ5のはずですね。どうしてきたんだろう、あれじゃないですかね、ピックアップじゃないんだけど、世界の断りを乱すやつがいるということで、抑止力が、抑止力が働いた。あ、アスクルビオスさんがもうガンガン出てきますね、はい、まあ、やっぱりねストゲンだからここで引いておきたいっていうのもやっぱあるので、はい、今目指したいのはここですね。まあ先ほど言ったようにね、宝具1でも全然大丈夫なんですが、はい、まあ重ねておくに越したことはないですね。あ、そうですね、はい、うん、あと2、3杯ぐらいかな。いや、言わない。さて、ちょっと短いけど、私たち、はい、前回の放送までは、はいはい、なかなか調子良かったじゃないですか。そうっすね、今ちょっとダメな期間入っちゃってるって感じかもしれないですね。いやこれちょっと見せ場ないんで、はい、予備風5枚ありますね。ラスト5ちゃんやります。そうですね、単発5回いってみましょうか、久しぶりに。そうですね、はい、ちょっとじゃあ解散かな。あ、僕からいいですか。じゃあ引かせていただきます。背中の猫に勲章をつけつつ、あ、もう何も起こらなかった、全く何も起こらなかった。こい、こい。これはやっぱり、なんでしょうね。なんでしょうね。しょうね、あるじゃん、オルツァー。暗闇ですね。
光が見えない感じですね。見えない感じですね。なんかもう、もう一本になったらもうダメかって感じですよ。まあダメなんですけどね、この棒が増えるってことはまずないので、演出追加してくれないですかね。なんかこう、1からブワーンって分かれるとか。ああ、いいですね、それ。3本、うん、1本しかね。うわー、1本ポン、3本ポン、3本ポン。これで単発で弾けたらすごいっすよ。オッケー、来い、あっ、あー、全部レイソー、オペララス1、全部マナープリズムっすよ。ラス1いいっすか。パイセン、ラス1よ。いいっすか。ラス1、よろしくお願いします。いきます、お願いします。おお、ルタしない。あかん、あかん。いや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 、あかんかん、若返りてぇな。ええー、まあ冷蔵、冷蔵そうですけど、なんかもうダメですね。何も見せ場がなかったですね、最後ラスト。どういう、これはいわゆる良くない、良くない、良くない、 not good。 まあいい方向に方針転換すると、これから、はい、まあ、4周年ガチャあります、はい、まあ、絶対多分強いやつきます、はい、で水着絶対きます。きますね。この2つの来てるってことは、はい、今、はい、貯めてるんですよ。運気を、私たち貯めてる、運気を貯めてる、貯めてる、運気を、うんって貯めてるんです、はい、つまり今ここで弾けないことは決してマイナスじゃない、マイナスじゃない、はい、次の、まあ、4周年と、はい、水着にパワーをチャージしてるんだ、はい、そうそうそう、次の水着何かな。お酒で弾きます。なんで、お酒で弾きます。なんで、来るよ、でも、ベイアンは、多分ベイアン、お酒姫は、メガネ取りますよ、多分。いや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 、水着になると。いや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 、多分、取りますよ、いいんですか。ファッションメガネになっちゃうんですよ。多分、レイキサイリン段階どこかではかけてくれるはずです、はい、はいはい。でも、最終サイリンで外すと、もう偽物なんでしょ。最終サイリンで外すやつは全員偽物だけれどもでもそれは別に絵柄を固定しておけばいいんです、私たち。そう、私たちメガネ好きが止めておく。メガネ族ははい、ちなみに、はい、はい、どうぞ。セイバーとダンサーだけなんですよね、はい、メガネがないのは。まあでもね、だいたい水着の時は他のクラスでね、展開するので、この辺来てください、はい、お願いします。いいんじゃないですかね、お願いします、はい、と、まあ今回の結果はこちらです。なんかもう何も言えないですね、言葉にできないみたいな。そうっすね、まあ BGM でラーラーラー、言葉にできない、はい、アシュバッターマンのアシュの字もないという、はい、アルジナオルタのアの字もない。アの字はありました。アスくんです。あ、全員頭にアがつくんですね、今さらもういいでしょう、はい、はい、ブームアップゲームズでは、はい、フェイトグランドオーダー以外にも、はい、様々なゲームの攻略、はい、動画レビューなどを行っております、はい、興味を持っていただいた方はぜひチャンネル登録をお願いします。はい、まあ、まあまあまあ、ガチャこんな感じでしたけれども、はい、レビューの方をですね、はい、近々またやりたいと思っておりまして、結構ですね、今攻略班の方で特集記事を、はい、書いたりとかしてるんですよ、はいはい、でなかなか面白い記事をですね、うんうんうん、今回出すことができたので、うんうん、まあ、それに関連したレビューとかをやりたいと思っております。ほうほうほう、上がったらぜひご覧いただきたいと思います。はい、お願いします。さて、はい、次は多分4周年、まあ、4周年の前にまだ多分イベントとかありますね。イベント来ます、復刻、多分、まあ、復刻ですね。え、この時期のやつって先に水着が来るんじゃないですか。そしたら水着復刻で、そうですね、おそらく、はい、去年の水着 BB ちゃんとかが来ますよね。来る可能性がなきにしもあらずですね。水着復刻を結構7月の早い段階にドンと出しながら、はい、で一回吐き出させるじゃないですか。ドバーって言い方、言い方、あ、一回投資するじゃないですか。そうです、はい、お伏せさせるんですね、ズバー、はい、でその後に新水着が来て4周年かな、可能性ですね、はい、ちょっと用意しとかないと。愛中カードね。はい。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。